では、はい、では今パソコンを起動させてます。で、オーディオですね。今確認したところ、私の家にですね、USB の、マイクしかなくてですね、マイクの入力が確認できません。ですが、ヘッドホンは確認できるので、ヘッドホンを挿して、認識するか見てみたいと思います。ヘッドホン？イヤホンか。イヤホンがあるので、そこにイヤホンを挿してイヤホンを認識するか見てみたいと思います。はい、右側に出た。はい、ヘッドホンかな。ヘッドホンですね。フロントパネルのヘッドホンについているっていうことで、あ、やった、認識しましたね。すげえ、こういうのが出てくるんですね。はい、今まで USB とかでやってたので、こういうの出なかったんですが、今回出ましたね。アナログ、あ、まあアナログっちゃアナログかな。はい、一つ目認識しました。では二つ目ですね。二つ目はこれ、見えますか？見えないな。これですね。はい、 USB マイクジャンクです。これね、 USB 2.0 なんですが、とりあえず 3.0 の機器がないので、これが認識されればいいのかなと思います。マイクの USB 出ましたかね。はい、見えるかな。ランプがついたので、多分入ってます。それでは見れない。あ、マイクのテスト、マイクのテスト、あ、マイクのテスト、マイクのテスト、あ、マイクのテスト、マイクのテスト。では、今録音したので、これが綺麗に再生されれば OK ですね。ごめんなさい、今イヤホンがつながってたので。あ、マイクのテスト、マイクのテスト、あ、マイクのテスト、マイクのテスト、あ、マイクのテスト、マイクのテスト。はい、 OK のようですね。ちゃんと認識されてます。では今度は USB 2.0 から3.0 に差し替えます。はい、 3.0 で、再度認識したかな。とりあえず、ちょっとこれは一旦閉じます。はい、USB 3.0 で、ちょっと USB マイクだと再起動させないとうまく認識しないので、はいはい、では今モニターを開きます。では
録音。あれ USB 2.0 で接続した方があれなんですかね、ノイズが少ないんですかね。マイクのテスト、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 マイクのテスト。どうでしょう。USB 3.0 に挿すと綺麗な音になりますね。マイクのテスト、マイクのテスト。ちょっと驚きです。では、増設の方はうまくいったようですので、また今度